ちらの藤之助はニジマスとキングサーモンを掛け合わせて作った、おかびは類を見ない珍しいお魚になっています。山梨県は、内水免許量がとても発達している県になりまして、このような、お魚ですね、作ることに成功しました。